はい皆さんこんばんは100円です <laughs> いつもねいろんなパターン考えてるんですけどねもうパターンなくなってきましたねということで今日は、えー、またちょっとねマイナーなお菓子マイナーうんマイナーというか昔からある古いお菓子ですね最近の子がこうお店に行ってあこれ食べてえなーって思うようなお菓子ではありません映画でね「バック・トゥ・デフュー」 じゃあワン,ワンを見た方ならわかると思うんですけど、あのー、映画の冒頭のところで家族みんなで、あのー、ご飯食べてるシーンがあるんですよマーティーの家族が。でアンクルジョージがジョージョッジさんがなんかまた刑務所に戻んなきゃいけないみたいなケーキをこうパンって出してくるシーンがあるんですけどお母さんがね。そこで、あのー、マーティーのお兄さんだったかながお皿かなんかにお菓子をこう入れるんですよ。 そのお菓子を買ってきました。えっ、ー、と、ピーナッツブリットブリットこれです。箱なんですけどね。<laughs> これのですね、あっ、これちなみに1ドルです、はい。セール品買ってきてます。これですね、まあ、ピーナッツなんですけど、あの硬い飴にコーティングされたピーナッツなんですよ。こういうの好きなんですよね、アメリカの人ね。 えー、オールドドミニオンピーナッツカンパニー1913 19年ですな、えー、ニュートリションファクトこれ1個で6人食べれます、えー、すげえな1人分180カロリーでございますファット18%脂肪分18%ってすげえなかける6だから大体これ1個食べたら1日分の 脂肪分は吸収できるということでございますいやすごいわ、えー、入っているものコーンシロップピーナッツ砂糖ビカバイカーボネイトオブソーダ塩 <laughs> わかんないん <laughs> だろう <laughs> 早速あげてみたいと思いますさあ皆さんにね見えるようにうわなんかすごそうだなこれ。 うわいつも嫁に開け方下手って怒られるんですよ <laughs> さあなかなか重いですよなかなか重いですよでも中で固まってる可能性があるなこれよしっ,っ開かないえー、あ切り口がありましたねもう思いっきり固まったあ崩れた よしさあえー、中からピーナッツの家がたくさん見えますちょっと顔出してるこの宝石たち、えー、こんなものなんですねこれも完璧に飴でございますはい飴で中にピーナッツが入ってる感じですねいただきますうん もう飴をかじってる感じですねいたうんこれどうだろう明らかに体に悪いの分かるもんな、うん、めちゃくちゃ甘いあのー あのね、まあ,あもう簡単な例えがありますわグリコのグリコさんのあの、アーモンドキャラメルって知ってます多分今も売ってると思うんですよねあれを多分5倍ぐらい甘くしたやつがこれですわ自分もアメリカに結構長く住んで甘いものに慣れてますけどこれは喉にきますね こパッパッパってさもうぶっちゃけこの前食べたあの、アイスクリームサンドイッチの方が甘くないですそれぐらいこれめちゃくちゃ甘いですわもう今ここムカムカしてますもんだからもう一番効率がいい食べ物じゃないですかだって100円で1日取らなきゃいけない脂肪分取れますからもう最高ですよね <laughs> いらねえけど <laughs> ということで1ドルえー、っと ピーナッツバターブリットル評価どうだろうこれ3かな俺いらねえなこれでも小学生とかこれをねあの日本でねおやつで出してあげたらもうあでてもう食いつくんじゃないですかねもう俺ら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 っつって今そんなに下品な子いないか日本に 改めて思った食べた瞬間も甘すぎます。<laughs> ということで、えー、ピーナッツバターブリットル100円で評価3でお願いいたします。ピースアウト